始まりました。水沢由美のキラキラ。今日も大変キラキラの方をお迎えしております。美人ですよ。あ、もうそっち見えちゃったかな。泉ひなさんです。どうも。いや、ありがとうございます。いいよ、もう今日呼んでいただいて嬉しいですね、うん。今日はなんとですね、ミッドタウンに来ておりますのが、東京ミッドタウンですよ。どこかわかります？六本木のですね、すごいお宅にお住まいなのですよ。違いますか？違いましたか？ひなさんね、応援してくださってる方が、ちょっと場所を提供してくださってですね、今日は私たち、ミッドタウンの、素敵な、ね、マンション。大体隣にすごい有名な方も住んでいたかもしれないという、うん、こんなところで二人でお話をさせていただくんですけれども、ね、はい、ひなちゃんとはもう7、8年ぐらいですかね。そうですね。全然変わらないんですよ、ひなちゃんって。もう、本当に可愛くて綺麗で、なんて美しいんだろうって、こう、顔を見るたんびに、思う方なんですけれど、実はすごいパワフルで、最初に私ね、はい、ひなちゃんでびっくりしたのが、はいはい、私がお世話になっている鎌田敏夫先生って作家のね、うんうん、方いらっしゃるんですけど、はい、俺たちの旅なんかね、お書きになって。で、その方がご紹介してくださったような感じなんですけど、筋肉がですね、体中にいくつあるかっていうのをね、本当にびっくりしてしまって、もしちょっとやれるんだったら、20個ぐらいペラペラってこうちょっと喋ってもらってもいいですか？はい。すいません。皆さんのアキレス腱からヒラメ腱、皮膚腱、前傾骨筋、半径腰筋、大腿四頭筋、大腿二頭筋、大臀筋、軟腐斜腱、外腐斜腱、腹直筋、脊柱起立筋、大胸筋、三角筋、僧帽筋、上腕三頭筋、上腕二頭筋、腕頭骨筋、下唇下腺筋、後輪筋、上唇虚筋、いつも笑顔の小筋、尾筋、側頭筋、前頭筋、後頭筋、椎細筋、皆さんの筋肉元気ですか？つい最近、はい。つい最近筋肉ですよ。はい。全部で600個ある筋肉が、206個の骨を支えて、こうやって、こう座らせてくださったり、立たせてくださったり、歩かせて、ここまで来てくださったりして、なんかその、筋肉の中に心があるんだって言われたのが鎌田先生で、そうなの？その心が私たちの体を動かしてくれて、はい、出会わせてくださってっていう、結んでくださって、なんかそういうのがすごくメッセージがグッときて、はい、で、そのドラマの中で、うん、なんか使っていただいたりとかしたんですけれども、はい。で、また分析すると筋肉だけじゃなくて、こう細胞とか臓器とか、うん、いろんなものの中をなんかこう分析していきながら、うん、なんていうか、なんていうかね、面白いなと思って、いろいろそういうことをやってるんですけど、うん、元はといえば、なんか、マツコデラックスのバラエティ番組でもちょっと、ね。見ましたよ、見ましたよ。ねえ、よく中でも言って、されました、ね、うん。あるプロデューサーに、なんか、あなたは自分のこと知らないから女優は無理って言われたのがきっかけで、はい、ああ、自分のこと知れば、女優になれるんだって思って、うん、それで、その臓器の勉強をし始めようと思ったんですけど、はい、でもなんか、難しいので、パフォーマンスにすれば体に入れられるかなと思って、なんかこう。すごい、600。で、いつもおしゃべりしているその中の筋肉さんのお名前なんですけれど、はい、いくつぐらい喋ってらっしゃるんですか？今聞いたら600、まあ、600は絶対無理ですけど、600はないんです。始まったらね、どこの筋肉だかっていうのはね、うん、なかなかわかる。30か40ぐらいは。ね、そのぐらいなんですかね。うん、で、またこれが、幼稚園でやるときは、もっとこう、いろいろ、エプロンシアターみたいにして、うん、もうちょっとこう、動きをつけたり。ひらめき、うん、なんかひらめが釣れると嬉しいんだけどね、ひらめきに釣ると痛いよね、とか言いながら、なんか子供たちと筋肉とこう触って、うん、感じながらやったりとか。うん、それは素敵。老人ホーム行くと、うん、この、腸腰筋がもう重要なんですねって、ここがだんだん30過ぎると伸びてきて何でもないところでつまずいてしまってとかいう、なんかいろんな話をしたりとか。うん、じゃあ、ひなちゃんとこう会ってると健康になるってね、よく
言ってたんですよ。本当になんかいろいろね、そういうことも知ってるし、体のこともよく知ってて、具合が悪くなるような時は、こんな時、あんな時とかね、いろいろ教えてくださっててね。なので、そうです。自分は本当に専門的なことはわかんないんですけど、こういうことやってると、なんか、お医者さんとか医療関係のブレーンとかが広がってくるので、なんかこう、そう困ってるんだったらこっちのお医者さんに聞いたらどうっていうようなシェアとかはできるかもしれないですね。そういえばラジオをおやりになってた時にも、はい、いろんなお医者様がゲストに入ったりね、されてましたよね。ねえ、だから、すごい広いんですよ。ひなちゃんのお友達関係のね、広さがすごくあって。で、それからちょっとお話が、ぼっと最近に戻るんですけれど、はい、この前バーレスクでした、はい。海の旅人、バーレスクっていう、はい、自分でやっぱりお書きになって作、演出、出演っていう、ね、本当にもう私もやりたいなと思いつつ、はい、なかなかできないんですけど、ひなちゃんの凄さはですね、あ、この人面白いなとかって言うでしょ？そしたら、あさってはないかもしれないけど、何日にこんなことしましょうってもう決めちゃうんですよね。最初にそうですね、チラシ作りから始めて、それで、ね、チラシ作って公表するとやんなきゃと思って追い込む感じですね。あ、でも本当にこの間やったのは音楽劇だったので、もうぜひ、もうユミさんは歌も歌えるし、ダンスもありましたしね、はい。楽しかったですね。あれを本当に、ですね、あれは五島列島の下に、うん、五島列島ってごめんなさいね。はい、知らない方もいらっしゃるので、はい、九州の先の方の。沖縄は有名だからご存知だと思うんですけど、はい、もっとその手前に長崎県に、から、プロペラの飛行機で30分、船だと1時間半で着くような、うん、島があるんですね。はい、で、昔潜伏キリシタンって言って隠れキリシタンたちがいた2018年に有形文化財になった島なんですけれども、うん、そこが自分の両親のお墓がある島 で、 あ、でそうなんですか、はい、ということは住んでいたことがある場所？あ、住んでたことはないんですけど、はい、まあ、そこの地を引き継いでいて、うん、でそこの島にちょっと夢があるので、はい、なんかそのお話を作りたいと思い、そこに未来都市っていうか潜水艦都市ができたっていう過程でお話を作ったんですね、うん、で400年前、うん、その江戸時代の頃にもう2万人以上のその潜伏キリシタンたちが迫害されて、でそのことをベースに書いたので、本当はそのお着物だとか和も入れたかったんですよね。うんうんうん、あ、そうだったんですか。だからもしその和も入れてやるとしたら、うん、なんか本当にユミさんお着物すごく似合うし、ありがとうございます。この間の土蜘蛛もすごく素敵だったので、ありがとうございます。はい、じゃあ出してもらえますか。はい。なんかいろいろ形を変えて作っていきたいなと思うんですが、うん、なんか舞台10回公演で、まあ品川でやって、来ていただいて、いい劇場でしたね、地方からも来ていただいたんですけど、はい、学校でやってほしいとか施設とか、うんうん、なんか心の面をすごく描いた作品だったから、うん、なんか心のケアにもなるっていうので、そうですね、言われて、だから私もいろいろな場所で形を変えて続けていきたいなとはすごい思ったんです、うん、まあ、ひなちゃんのなんか、うん、その体の中の底辺にあるところって、はい、やっぱりその人が傷ついたり、うん、そういう人たちがまた新たに新しく頑張るぞっていう力を与えたいなっていうような、はい、そういうところがいつもあるんじゃない？うん、はい、そうですね。ね。なんかこう自分のテーマが、その五島列島に、うん、傷口をかさぶたに変える劇場を作りたいっていうのが、自分の夢でテーマで、そこに向かっていろんな作品を作っているんですけど、そうですね。いいですね。かさぶた、すごくサウンズグッドですよ。だってかさぶたっていうのは傷がね、良くなってくるとかさぶたができて、うん、でもちょっと早めにこう、ね、かいちゃったりすると痛みが出たりもね、うん、するけれど、まあ、かさぶたがあることで、新しい皮膚が下に出て、できてきて、うんうん、また、
ね、蘇るっていうところですよね。そう。すごい素敵、素敵なところですね。私もすごいいいなと思っちゃった。そうですね。私、そのかさぶたになるってところが、うん、あの、奇跡と自分で、あの、呼んでるんですけど、その、ゆみさんが今言われた、そのかさぶたになってから剥がれるまでの時間っていうのが、なんかすごく重要で、私はなんか、今まで奇跡を起こしたい、そういう心の傷に奇跡を起こしたいと思ってたんですけど、今年になって奇跡って起こるものじゃなくて、始まるものだってなんか感じて、うん、あ、奇跡が始まるってなんかいい言葉だなと思って、うん、で、なんか、そういう奇跡って、でいろんなところにあるけど、その奇跡をまた気づいていけるような、うん、なんかそういう場所っていうか、まあ言ってみればどこにでも本当は作れるのかもしれないんですけど、うんうん、五島っていうのはその5つの島だけじゃなくて、はい、たくさんの100いくつの島があるんですね。そんなにあるんですか。全部で。うーん、すごい素敵で、うん、しかしか住んでない島とかね。そうなの？戦闘もあるし、二人だけで暮らしてる島とか、いろんな島があるんですよ。で、そこに劇場を作りたいって前、おっしゃってたようだったけど、はいはい、うん。そうなんですね。うん、そこに、そういうシアターを作りたいんですが、その劇場っていうより、なんかこう、そういう食卓も食べて、それで、あの、排泄も、なんか楽しい、うん、見えるようなトイレを作って、うん、で、もう空飛ぶベッドっていうので、空飛ぶベッドもう作りたくって、でもいろんな5つのお部屋を作りたいと思ってるんですね。うん、で、私はその奇跡が始まる原点として、五感を喜ばせたいっていうのがあって、で、五感。五感。うん、で、五島の五は五感の五っていうことで、はい、五島に来たら、その五感、自分の五感を思い出すっていう、うん、そういう場所にしたいなと思ったんですね。うん、で、私も、あの、ゆみさんも、すごく、うん、あの、いろんなところでご活躍なんですけど、私も、あの、病院とか、あの、そういう施設とかに行った時に、うん、あの、なんて、その、受け入れた人の強さというか、なんか一生そのベッドの上で過ごす覚悟をされているのに明るいあの方がいらっしゃって、ね、はい、で、ああ、もう想像力って生きる力だなって感じて、で、その人と一緒に作った歌がありまして、うん、で、なんかその、例えば自粛だったり、うん、寝たきりになってしまったりとかしても、うん、なんか、自分の心は自由で健康でいろんな世界へ飛んでいくっていう、そういうそのなんか寝床っていうか、そういう場所を作りたいな、うん、で、そのあのベッドだけじゃなくて、うん、その5箇所、うん、で、それをなんかあの今は自分の地元にまずトイレから始まって、うん、すごい喜びの排泄を作りたい。なるほど。大事なとこなんですものね。はい、うん。それが、私の父が癌で亡くなったんですが、はい、排泄をすごく苦しんでて、うん、で、あの、すごい、下の世話とかをすごく申し訳なさそうに私にしてくるのが苦しくて、うんうん、でも排泄をすることによって炎症が防げるんだから、一、うん、回一回おめでとうだっていう気持ちを、なんか、あの、そういう思いを、その、そういう世界を作りたいなって思ったのがきっかけで、うんうん、で、なんかその、デトックスと一緒にもう心のデトックスもできるような、そういう場所を今、一応、議員さんに、地元の議員さんにお話しして、はい、今度、その、区に作るときに、あの自分にも携わらせていただくっていう約束ができたので、まあ、今年はすごく大きいかなって思ってるんですけど、楽しみですね、それはね、うん、いやー、あのでもね、私たち今健康で、あのベッドにいらっしゃる方は健康ではなくて動きが取れないって一瞬思ってしまうんだけど、うん、反対に、ま、あのどこにでも行けるっていう思いは、うん、あのね、場所は世界中動けるわけですから、うん、頭のね、うん、中で、うん。だからそういった意味では、あの、すごく素敵だと思いますね。本当にここにいなきゃいけないんだ
ね、何かいろんなものに縛られて、点滴したりなんだか、うん、なんか苦しいだけじゃなくて、うん、でも頭の中はどこにでも行けるっていう、うん、そういうもののなんか、一つ考え方が変わっただけで、はい、いい空気もこう感じられるみたいな。そうですね。ね、で、うん、私が今、五島の親善大使と、うん、あと尾瀬と山形と三つやってるんですけど、その三つの観光課に行って、うん、今だとドローンでいろんな街を撮影とかされてるので、そういう撮影映像をいただいて、うん、はい、で、その入院している患者さんとかそういう方がそういう空を飛んでいる映像を作りたいと思って、でそれって病院それが魔法のベッド、はい、いいですね、はい、それでやりたいなと思って、今コロナ禍の中で病院行けないんですけど、うん、準備だけはしてるんですよ。なのでこれが住んで自由に病院に行けたりとかしたら、うん、そういうことをして皆さんのベッドをいろんな場所へ飛ばしたいなっていうのは思ってることなんですね。いいですね。うん、ディズニーシーにありますよね。はい、乗っかってって、どんどん絵が変わってって、はい、いろんな世界の上にいるような感じがするんですよね。うん、だから本当にそれこそベッドの上で、そういうことができたら、どこにでも行けちゃう楽しみがね。はい、うん、素敵じゃないですか、はい、本当に。うん、ぜひ、なんか、いろいろなことを実現していきたいなって思っているんですけど、うんうん、で、まあ、まあ、この間のバーレスクが終わって、はい、で、今度は、そうですね、五島で映画の撮影も考えているんですが、私はここの場所を提供してくれた社長さんが、はい、船の免許を取った方がいいってアドバイスをくださって、ここの社長さんが船がとても大好きで、自前の船を持ってらっしゃるんですけれども。ああ、素晴らしい。で、お取りになったんですか？はい。免許？はい、免許。船舶の。船舶。一級船舶っていうのが、はい、世界中行ける、免許なんですよ。うん。なんか二級までが五海里までなんですけど、うん、で、なんかそれって、ま、世界行くには、またいろんな条件は必要なんですけど、うんうん、でも、それを持ってるだけで、自分が、ああ、これで海外も行けるんだっていう、なんか夢になるっていうか、うん、で、私はその船の免許を取った中で、いろんな勉強をする中で、一番風っていうのに着目して、風って今まで、勉強するまでは、今風が吹いてるだろうか、どっから吹いてきてるんだろうかっていろんなことが感じなかった感覚が、うん、なんか船の勉強をし始めて出てきて、うん、で風をに値段をつけてみたんです。風に値段、はい、でも今なんかお水とかもコンビニ行って買うようになりましたけど、はい、なんかもし風も将来売られるようになったとしたらっていうのを南の風300円とかでも、もしかしたら昔の古い懐かしい風が吹いてくるかもしれないし、地球の裏側から細々と降ってくる風もあるかもしれないし、んなんかいろんな風が隙間風とかおならの風とかいろいろあるかもしれないんですけどなんかそういう風に値段をつけてみたときに、なんかもしかしたら五島の風はもう何億円もするすごい高級な風を今知らずに無料で浴びてるかもしれないって感じたら、なんかその風ってもっともっとありがたいものじゃないかなって思いながら、なんかこう海を見ながらですね、風を浴びてたら、なんかすごくふーっと熱くなってこう涙が流れてきて、でなんかこの風っていうのは奇跡を始めてくれるものかもしれないって思い。よくでもね、はい、何か、風が吹くとかって言いますよね。はい、うん、新しいものに出会った時に風が吹いてきたとか。うん。うん、じゃあそういう風もあるし、うん、その五島で新たに、今、ひなちゃんが風を感じてるっていう。うんうん、その今そのなんか感動して涙が出てきたっていうのは、なんか今、私がふっとね、はい、その五島にはまだ行ったことないけれども、はい、美しい海のね、を
こう流れる風を体中に受けたような、なんかすごい新鮮な、うん、あの、感じを受けましたね、うん。いや、それは確かに何億円もする感じかもしれないですよね。値段のこと言ったらちょっとあれなんですけど。でもね、うん、そうですよね。健康になるって言ったら、まずね、うん、あの、本当に大事なことだし、うん、うん、そう、うん、それこそね。なんかね、うん、本当、あの、何かその違いを表現してみようとした時に、うん、そのこっちで浴びる風とその五島の海風っていうのが自分のかか体をすり抜ける時になんかよしよしよしってもうなんか全ボケだよって言ってくれるような感じで自分を通過していく感じがするんですよ。なんかはい。それで。だってでも風が吹かないと地球も汚らしくなっちゃうらしいですからね。うん、だからね、うん、あの、そういう意味では、うん、あの、それこそ本当に空気のいい美しい海の上を流れる風って、うん、そういうふうに、また気持ちもね、そんなふうに受け止めたら、うん、もっといい感じに風を感じることができるかもしれないですね。うん、そうですね。で、その映画のタイトルが、うん、風の女神様っていうタイトルで、はい、で、ちょうど手塚誠監督、手塚治虫さんの息子さんなんですが、うん、はい、その監督が、あの、私がすごいなって尊敬したところが、まあ、映画作りでですね、うん、まあ、今年もいろいろ賞を取られたんですけれども、うん、そういう作品をなんか例えば日本にはない色を探してベルリンにこもってですね、そういう色を追求したりとか、その無音の音も こだわって、はい、なんかその音のないところもこだわって作られたりとか、うんうん、もう本当にそういうこだわりとかが素晴らしくって、それこそ五感で、ね、あ、そうですね、ね、感じるものなんでしょうね。で、うん、なんかああいうセンスっていう、うんうん、なんかすごく絵を大事にされている、うん、なんか日本でも貴重な監督さんだと思うんですが、その監督さんに、うん、お話をしたところ、まあ、予算の部分もあるので、うん、いろんな無理は言えないんですけど、私がやりたいと思ったことと、監督がやりたいと思ってたことところで、風っていうのと、あと音楽をちょっといろいろ作りたいっていうので一致して、うんうん、なんかお力を貸してくださるということで一緒に行ったんですけれども、また素晴らしい感性で監督と後藤を見た時にですね、私には気づかなかったところに気づかれて、うん、後藤の土は赤いって言ったんですね。で、火山灰とかが流れて、うん、赤い砂浜とかもあったりするんですけど、そうなんですか。赤い道っていうキーワードを監督が見つけられて、うん、で、あ、そういえば春になると五島は椿が有名なお花なんですけど、そうです、椿がボトボトボトって落ちた椿の道ができるんですよ、はい、でそれも赤くって、あ、なんか五島と赤って合うなっていう風に思って、いいですね、うん、それで、なんか、その、きっかけが見つかったら、なんか映画って色から入ると、なんかその、なんかイメージっていうか、そうか、そうかもしれないですね。うん、やっぱり映像で見せるものだから、はい、ね、音じゃなくて映像から入るので、うんうん、赤っていうのは、ね、街の色でもあるし、うん、唇のね、素敵な色でもあるし、ね、セクシーだったり、うん、また、ドキッとするものであったりとか、赤ってやっぱりすごく、うん、思いに突き刺さってくる色ですよね。うん、それとその五島の美しい風。はい、うん、そうですね、うん。だからなんかそういうのが、表現できたらなって、その、ふって吹く風の中にいろんなストーリーがあって、なんか一瞬の中に、なんかすごく濃厚な思いがあるような映画にしたくって、うん、見に来たお客さんがふと劇場の外に出た時に吹く風で、はっとなんか心が慣れるような、いいですね、そういう作品ができたらなって思いながら、うん、はい、うん、あとそうですね、これからも映画だけじゃなくていろんな舞台とかも、うん、はい、なんか手掛けていて、
一度、ね、もうね、はい。はい。ぜひ、またご一緒で、はい、させてください、ぜひ。いや、ありがとうございます。うん、でもね、本当に皆さんすごいでしょ、ひなちゃんってね。もうどん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 アイディアも湧くし、今お話をね、伺っていたら、その風から、この一瞬一瞬にね、よって、その風の色も違うし、うん、感じ方も違うし、まあ、今度の五島列島でその赤を一つのエッセンスとして、椿、そして美しい風、海でどんなね映画ができるのかなってワクワクしちゃいます。きっとねうまく出来上がって見終わった私たちはこう映画館を出るときにああ気持ちいいっていう風になるのかなってねそんないいですよねそんな映画であったらいいな血だらけのサスペンスにあ実は血だらけのサスペンスになってどうになるかわかりませんもんねもうね赤は赤で赤は赤でなってし、どうなりますかねどうなりますかさて楽しいですね。ということで、まだまだね、またお話もね、聞きたいので、またちょっと時期をね、はい、見て、ぜひぜひ、ありがとうございます。くださいませ。ということで、今日は美人で、はい、もうとってもスマートな、ひなちゃんこと、泉ひなさんです。した。ということで、じゃあ、せっかくなのでまた。はい。もう、この番組に、ね、出させていただいて、本当光栄なんですけれども、ユミさんともぜひ、なんか、もう素敵なご縁なので、このタイミングで何か一緒にまたできたら嬉しいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ皆さんまた、ひなちゃんのこともどうぞよろしく。ありがとうございます。楽しみです。バイバイ。